どうもお姉さん、おはようござい迷える子羊、無限に可愛い2つのトークン、リュウです。さあ、今日はですね、テーマ、本日のデッキのテーマは、墓地融合です。墓地融合。この二大巨頭、リンクス界、遊戯さんの融合モンスター、最強融合モンスタートップ2の、キャバルリーと、あと、ブラックキャバルリーとブラックパラディンっていう、この2体のモンスターを、墓地で融合して出していくっていうデッキを作ってきました。これやっぱ、この2つかっこいいんですよね。非常にね。早く竜騎士ブラックマジシャンが欲しいなと、個人的には思ってるんですけど、まあ、ドラグーンは一生来ないでください。で、この2体のモンスターを墓地融合で出していく。で、墓地融合でどうやって出していくかっていうと、マジカライズフュージョンっていう、この魔法カード、もしくはネクロフュージョン、この2枚のカードが非常に相性がいいと。墓地で素材を除外して融合できるからね。で、キャバルリーはブラックマジシャンが今、これ、どっちもブラックマジシャンになれるんだけども、こいつかこいつと、アサシン、戦士族ですね。ブラックマジシャンと戦士族。で、キャバルリーじゃパラディンはブラックマジシャンとバスターブレーダーなんで、これバスターブレーダーになるから、こことここで除外して出していくと。これ魔法使いなんでね、どっちも、マジカライズフュージョンで出せるよっていう、まあそういう、カードになっております。で、じゃあどうやってさ、墓地を肥やしていくかっていう話なんですけども、ライトロードですね、基本的には。これ合わせれば、まあ、大体墓地超えるんで、かなりの量がね、モンスター、枚数が。で、この援軍とエクスチェンジで、ライトロードを、まあ、墓地に送って、で、この、7シンクロとかもしながら、この、結構ね、出せるんですよ。先行でエバリー出した、横にキャバルリーとか出せるんですよ。これめちゃくちゃ強くて、先行決まると、それがね、やりたくて、このデッキ組んだんですけどね。で、まあ、ブラックマジシャン、なんだけど、一応デッキのギミックとしては、これバスターブレイダーにもなれるんで、ワンチャンバスターブレイダーとドラゴン族っていう、まあ、こういう組み合わせで、意外とこれたまに出るんで、たまに、ブルーアイズとか出てくると、ちょっと、こいつ出てきてほしいな、みたいなこともたまにあるから、まあ、入れてはいるんだけども、あんまりなくてもここいいかもしれない。だからこれなしでもいいかもしれないですけど、まあちょっと、お好みで、シンクロモンスター入れてもらってもいいし、ブルーナフとかでもいいと思いますね。はい。早速ちょっと、ライトロードブラックマンシャンデッキやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、幼女、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。私のちなみにストライクゾーンは3歳から5歳となっております。ちょっとですね、早乙女ですね、行き過ぎですね。もうちょっとやっぱり、幼女の方が、基本的にはいいかなと私は思っておりますが、さあ、不知火来た。不知火めんどくさい。不知火はね、ちょっとバックが何枚あるかなんだよね。もうちょっとバックガンクされたらもう負け。多分さすがに。レベル上昇 OK。レベル上昇は全然いい。あいつはいい。別に。ホムラカミは処せる。ミカエルかエバリーで。なんとかなる。多分。罠がなければ。不知火デッキってさ、何が強いってさ、このシンクロモンスターじゃなくて、もうどう考えても罠が強いからね。バックが何枚あるかみたいなとこあるからね。バック3不正はマジで鬼だからやめて。あ、オッケー。まあ、1枚やっていい。1枚から許しちゃう。で、まず、ソーラーエクスチェンジしようか。ソーラーをエクスチェンジして、で、アサシンからの、芝刈りとかいう最強カード引いた。芝刈りとかいう最強カード引いた。で、芝を買っていこう。ああ、いいじょ。幼女に釣られて、いいじょって言っちゃったぞ。一回ちょっと、キャバから行きますか。キャバから行きましょう。一回ちょっとキャバから行って、ちょっとアサシンライダー落ちすぎなんで、で、こうして、まずキャバルリー出して対象耐性を与えた上でのシンクロ召喚したら、これもう補給部隊とか、引きませんので私。で、キャバルリーで先に妨害を構え、で、光の援軍発動していく。シンプルに強いやつ。で、ルミナスからの、ルミナス召喚。そこらしとかじゃないから多分大丈夫だと思うんだよ、これもうね。このフリーチェーンは。で、ルミナス、ブラマジ、アサシン。強すぎないこのデッキ。このデッキ最強かやばすぎる。これもだって相手何もできんだろう。多分なんか、除去カードかな土球かなんかその辺でしょデモンズチェーンとか。そっち系なんじゃないのもうだってこれミカルだし勝ちじゃん。はい。はい。さよなら。これで墓地、重心キロさえも許さない。墓地重心キロさえも許さない地獄のミカエルさんが出てきた。さあミカエルさんのモンスター効果を発動。相手の戦神は飛ばしていく。異なる次元に飛ばしていく。でバトルフェイズ暗いつえあれ何これなんかあんのやるねそれはやるわなかなかそれやるな。これあれか、武士か。いや、武士めんどい。まあ、ミカエルするしかないか。ミカエル行って、ミカエル自爆特攻するしかないよね、もうね。でも、でも今勝ったんか、じゃあ。武士だったら。あ、勝ってないか。ギリ届かないか。まあ、とりあえず、攻撃は続け。攻撃続けていいのかな、俺。続けるしかないか。続けていく。で、これぶん殴っていく。墓地で、6シンクロからの6、2出てきて、8、8で3000。あ、これ死んだ俺もしかして。これ死んだの俺。これで死ぬの俺。待って、2500。2500の、5500引く、2100は、3400。キモっ。あ、でも対象に取るか。対象に取る。待って、100残るんじゃない？ 100 残りそう。多分さ、あれ無効にできるよね。あいつの効果、その除外されたら500下げるさ、あっちなんだっけ名前、ちょ忘れた。6神経の知らぬやつ、あれ対象取るよな、あれ。だから多分3000、4500、じゃあ5500、5500引くことの、2600だから2900。耐えるわ、大丈夫、多分耐える。耐えたと思う、これ多分。で、2000、いいよ。2500はいい。で、影物で2出てくるんでしょ？ OK。そこはいい。それかもしくはもう、戦神を、が2枚入ってなければいけんだ。もう。いける、多分。いや、耐えろ。頑張れ、ヨギ。いけるぞ。多分、対象無効にはい、できる、1回。耐えたらでかい。耐えたらあと300。返せる。いい、それは。だから、キャバルリーを、多分、キャバルリーを殴るしかなくて、キャバルリーを殴るんだったら、5500だから、5500引く3000、900、3900で、1600、守備表示にするんだ。なるほど。1600だ。大丈夫、返せる。1000残るもん、ライフ。いける。まだ前の俺は。戦神知らんに OK。いい。できた、出てきた。2体目。まあ、それはいい。もうしょうがない、それは。それはしょうがない。でもそれ、守備表示にしない方が一応ダメージ取りましたけどね。普通に。まあね、僕は次ディスティルドローを吐き替えてるんで、殴ってくれたら。さあ、どうするんでしょうか。これ、どっちを残してもそこそこきついと思いますよ、多分。4500にしていく方、OK。で、物のべで、あ、妨害か。なるほど。妨害を構えるやつか。でもこれ、キャバラリーか、ミカエル、これ、どっち残ってでも相手、多分めんどくさいから、これ2体処理するしかなくて。で、多分だけど、さすがにミカエル処理する人じゃないと思うんだよね。あんのこれ。もしかして。これまさかの、これ日浦とかできたら俺死ぬんだけど、それはやめて。それでさ、リリースで日浦とかないよね。それはいいわ。それの打点下げるのは無効にしないよ、もう普通に。それはしない。で、セットあんのか。あ、でも大丈夫か、それだったら。大丈夫、多分。これ耐えた。ちょっとそこまでにしよう。あ、オッケー。これどっち食べてもきついだろ。まあそっちだよね。まあ、そんぐらいはいいわ。そんぐらいは良くて、でスキル発動してディスティルドローしていく。これ何引いてもなんかあんま変わんねえな。なんもねえな。カードなんもねえわ。これ何引いてもあんま変わんねえな。俺どうしよう。何もいらない。これ引いとくよ、一応。ネクロフュージョンくらいしかないよね、もうね。欲しいカードで、まず吹き飛ばすのが、後ろですね。これは後ろ吹き飛ばして、オッケー、そこなしでマジカライズフュージョン発動。俺は墓地内に存在するブラックマジシャンの魂、そしてバスターブレーダーの魂をゲームから除外し、現れよ史上最強の剣士、超魔導剣士ブラックパラディン。攻撃表示に変更し、カードを1枚セット。バトルベース超魔導無影山。これがね、新ブラックマジシャンデッキです。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、ヘルカイザー両選手、よろしくお願いします。これカイトロイドが多分強いね。あ、いいね。いい感じ。これは結構いい感じだな。で、サモナー召喚、サモナー効果、ブラックマンチャンを捨ててアサシン、カイト効いてるから多分死ぬことないと思うんだよな。で、アサシン、はい、いいね。ブラックマンチャンがめっちゃ落ちるのはいいこと。なんですよ。なんでかっていうとね、引いてもコストにしかならないんで、基本的には落ちてほしい。全部、すべて。ブラックマジシャンはコスト。俺のデッキの切り札にして最強のコスト、ブラックマジシャン、やかましいわ。さあお相手の方ヘルカイザー両選手なので、まあおそらくですけど、まあさすがに竜五の使い出てるパターンもあるか。でも最近もうなんか月光いませんよね、あんまりね。多分サイバー流かな。割とやっぱスキルの修正とリミットはきつかったですね。サイバー流結構若干そがれたので、まあこれさすがに多分だけど、まあ、わかんねえかまだ、まあ、とりあえずネクロフュージョン打って墓地のブラックマジシャンと戦士族の魂をゲームから上し現れる超魔導騎士ブラックキャバルリー。よし、これはなかなか強い、これはなかなか強いぞ。この場面は結構強い。相手意外とこの2体処理しながらワンキル取るのきついだろ。コアはいいわ、コアはいい、コアはしょうがない。でもまだスキルが使えない。これスキル使えないの笑うよね。ここでコズミックサイクロン、まあでも昔のスキルがおかしかったっていうのはある。そこでいきなりサイバー竜王騎とか言ってプロトサイバー出すとかも意味わかんないかったから、よく考えたらおかしかったっていうことに気づくまでに何年かかっただろうか。さあなんか売れない歌の歌詞みたいになった。さあ、サイバー竜王騎来た。さあサイバー竜王騎で2体出てきた。いいだろう。これあれあんのオーバーフロー。俺オーバーフローあったら泣くんだけど、さすがにフュージョンゲート OK。これオーバーフローあんの？まさかそんなことないよね。これさ、この2体処理するのオーバーフローくらいしかないんだけど、まあ、一応そのエヴァリーが戻ってこれるから、でもさすがにエヴァリーをバウンスとかそういうカード入ってないと思うんですよね、ヘルカイザー亮さんに。だから多分カイトロイドがある時点で多分ね、これはね負けないと思う。多分サポートいいよ。あ、エンドの方ね。はいはい、エンドの方か。エンドの方で、でもエンドでサイバーツインが出てきても大丈夫だもんな、別に。2800、3300。いや、多分これ、ここやらないでしょ、これ。これでさすがに、サイバーロードフュージョンからの、オーバーフローセットみたいなことされると、さすがに怒るけど、俺。それはさすがに切れるよ、俺。それはガンギマリのオニマルだよ、それ。それ、沢地エリカ状態って言うんだよ、それ。またの名を、田代正史状態。もしくは清水健太郎状態。もしくは牧原の力状態と、言います。てか最近さ、すげえどうでもいい話していい？最近ね、俺昔の K1 だ、格闘技のね K1 の、動画見てるんだけど、昔のめちゃくちゃおもろいね。めっちゃおもろいんだけど、1999年の K1 のなんか K1 ワールド世界決定トーナメントみたいなやつ見てたら、レポーターみたいなそのので、田代正史出てきたわ。田代正史あ、サイバーロード OK。 これだって何やせんの、キメラ鉄鋼オーバーぐらいしかしてないんじゃん、ランページか。びっくりしたもん、田代正史がレポーターで出てきて、あ、この時なんかまだこいつ元気だったんだなって。まあ今でも多分元気なんだろうけど、元気は元気なんだろうけど、これ何の実況してんの俺、これ何の話。さあランページの効果で水上系統は破壊していく。 OK、 いいよ。でバトルフェーズだけど、まあ殴れないよね、さすがに殴れない。2800は超えられないで、1枚除外からの1枚除、ああなるほど、1枚除、1枚除、3200、1100、1100、あと400、あと400はミネルバ召喚じゃないか。1100でこれ召喚だ。でバトルフェーズ、はい。さあどうでもいい話してたら勝ったわK1 ワールド実況してたら勝ったわ。対戦ありがとうございました。ハンドが事故んない。さあ先行、まあ、先行は1回先行キャバ、エヴァリーができるんで、ああこういうことになってしまうと、これはもう行くしかないね。これはもうほんとエクスチェンジ系になってきてる。これはもうほんとエクスチェンジ系、これ何引くかみたいなとこある。弱弱。なるほど。一回ちょっと守護神いきましょうか。守護神びっくりするが弱えわ。まずブラックワッシャー捨てて、さあマジカライズフュージョン持ってきて、で守護者効果、どっちもいいんだけど、キャバリー見せて、ブラックマジシャンを墓地から守備表示で特殊召喚していく。何をしてんのこれ。なるほどなるほどな。まあ、こんぐらいで今日は勘弁してやろう、田代。これはね、勘弁してやる、こんぐらいで。今日のところはこのくらいで勘弁してろ。さあ、ああやばいこと起きてる、やばいこと起きてる、やばいこと起きた、やばいこと起きてる。待って、書いてるどうしないの、書いてる、なんでどうして令和の空手マンマシン